マノサル、モノサル、ごめんなさい。ニーザノハイジ、アッキー、クニ、リキ、トモトモ、ケババサム、ハトウ、ありがとうございます。ショヘイ、ジートゥ、シンタロウ、よし、終わった。ありがとうございます。久しぶりかな、名前など。そう、今日は皆さん4月8日です。何の日か覚えてますか？昨日の配信でも言ったんですけど。 覚えてますか？そうです、今日は、そう、高見さんのお誕生日でもあるんですけど。 そうですね、お父さんのお誕生日です。父内島のお誕生日で、覚えてる？よかった。 たくさんありがとうございます。パパ見てるかな今。 ありがとうございます。そう、それでなんか12時ちょっと過ぎとか夕方とかに、私宛てのハッシュタグさんやだよりとかで お父さんへのおめでとうメッセージをね、何人かツイートしてくださってるのを見たんですよ、ネットで。ありがとうございます。言いました、お父さんに。口上はもうしました。 お姉ちゃんと一緒にしました。もうしません。 しましたよ、ちゃんと。お姉ちゃんとハッピー大丈夫？ 手紙ありません。 お姉ちゃんと一緒にケーキを買ってやりました。ちゃんとろうそくも立てて、口上して、写真も撮りました。だからそのお写真は明日メールで送ろうかな。鼻かんもないよ。そうだよー。いった？どうしたの？起きた？動いた？肩たたきないです。どうした？お幸せにね。泣いてない。しっかり写真撮ってくれてありがとうって言ってくれたから嬉しかった。そうなんですよ、下から来てくれる。多分もうね、今日は来ない。もうすぐ寝そうだと思う。エビさんハートありがとうございます。膝こそ映ってた今。またちょっとやばいやばいやばい、気をつけよう。 あれ、ハッピーって犬じゃないのよ。ハッピーさんは猫です。犬はチャチャくんです。ちょっともうね、お母さんの部屋にいる。今さっきまで私の膝の上にいたのにさ。そうだ、メール送ったけど多分配信中に届いちゃうかもしれない。ねえ、もう一回見えてる？下はパジャマじゃないけど。 違う違う、なんでもない。 違う、ショーパンだからね。ミスさんタコ、ケンゴさんハートありがとうございます。そう、今日の大富豪は富の方と当たらなかったな、一人も。あ、うん、一人二人当たったかな。でもなんかね、私のカードじゃなかったから違う人かなと思ったけど、でもなんか反応してくれたからそうかな。蛭子さん、だるまたくさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そう、ゴールデンレッドタイム。そうそうよ、髪巻いてますね。当たらなかった。そう、いなかった、全然。ゆっち、鬼滅の刃を貸してくれるってさ、私に？私話してないけど、誰かが言ってくれたの？え？嬉しい、それは。見たい。本当に？見たい。いいな。
じゃあゆっち全部持ってて全部見てるのか。え、嬉しいね。誰だろう言ってくれたの。自分から言わなきゃいけないのに嬉しい。なんか声元気なくない？誰？私？チャチャじゃない？ハッピー？私？え、なぜだろう。疲れてるのかな声が。なんか喋ってた。パパが。私か。あれ？実家だから小さめの声。いや、実家の方が声出せる。アパートとかマンションじゃないから。え、なんでなんで。自分の部屋だしドアも閉めてるから普通なはずなんだけどな。あ、でもなんかずっと今日は腰と肩、背中がずっと痛いよくわかんない。お掃除しただけでこんな腰痛くなることはないんだけどな。すごい痛いの、ずっと痛いの。今日寝違えてもない。四十肩違う、二重肩二重肩。寝すぎ。いや、そんなに寝てないな。なんだろうね、痛いの。なんか久しぶりに腰、足、背中痛くて今日は痛いしか言ってない、家でフフ二重肩は私が今20歳だから勝手に言いました。多分そんなの存在しないようん、しない四十肩しかないと思うね。あんまり公演やってた時みたいに多分すごい踊ったりしてないからかなね。ちょっと明日はまず全力青春ガールズ公演をお家で通そうと思います。多分その次の日の方が今よりも体痛くなりそう。公演配信ね、なんか中坂もするってなんか言ってたよね私はしないな。ちょっと一人でやる勇気が出ない。誰かと一緒ならいいけど。中坂は土曜日。あ、そうなの。いいね、いいね。見た、見よ。こんばんは、こんばんは。トモトモさん、ハートありがとうございます。料理配信、あー、お姉ちゃんと料理配信しようかな。今来たメール、ほんと2日後に出るようになったらやばい。嘘、年ってこと。え、なにー、ラベカドッチ、ハートありがとうございます。遅くなるぞ、年やばい。私どうだろうえー、知らなかった。フルハウスさん、オープン、ありがとうございます。スマホは料理配信、料理配信たくさんするね。いいね、女子力めっちゃ上がりそう。10期の小学生は今日も踊ってた。え、そうだよね、めちゃくちゃ公演やってるなって思った。そう、アーヤのカラオケ選曲が、え、配信ショールームでカラオケ配信したの。そうなの。翔平さん、ひとりさん、ハートありがとうございます。赤ハートそう、え、すごいいな。何の曲だろう、気になる。エモい、エモいって言うほどだからな。どんな曲たちなんだろう。私にはそのエモいって言われる曲はね、選曲できないと思うそう、私最近またね、まあ、キングヌーさん、時田電球さん、他の方の曲を聴きながら寝たり、聴きながら自分の準備とかお掃除をしてるんですけど、また新しい方をね発見して聴いてるんですよ。それをいつかメールで教えますね。それを皆さんが聴くかどうか分かんないんですけどそう、ちょっと気に入ってるんですよ。なんだろう、その曲とかはね、夜寝るときに聴くと良い一瞬で寝れる、エモい感じになるよ、なんかエモい
エモい白水さん、そう今言わないの、そうちょっとまだね曲名とアーティストさんのお名前が言えないので本当に最近知った方なので、ひとりさんだるま、ありがとうございます。さっきひなピアノショールーム、あ、いました、家族みんなで一瞬見てました、あわみさんの配信そう、ちょうどお父さんのバースデーパーティーをしていた時です。もうみんなお姉ちゃん見てた、あわみさんはかわいい、横顔が綺麗って、もうほんとよあわみさん、あわみさん元気そうだった、いろいろ新規最近、本当だよね、ごめんなさいでもなんかね、新しいものと出会いたいんですよ今、春だからかな、出会いの季節っていうからだと思うあ、キュウソネコカミさんはね、前にね、私も皆さんに質問した時にあった回答の中に、この方ぜひ聞いてみてっておすすめの方にいましたね。さあ意外にヌンピオ好き、好きよアオミさん大好きよ、アオミタンって言っちゃうもん、なんか最近アオミさん、アオミタンって言っちゃうの、お兄ちゃんとかお母さんと話してる時にアオミタンっていや若干アオミさん、さんとタン似てるからね、アオミタンって言っちゃうなんかやっぱあおみさんはあおみさんだけど、やっぱ三呼びって本人からしたらちょっとやっぱ嫌なのかなとか最近思えてきて、思えてきて、ひなぴお呼びはちょっと今からじゃなんかね、私の中で違和感しかないので多分呼べない、あおみたんかわいい、あおみたん呼びめっちゃ喜ぶ、本当に知ってる、本人にはねまだ言ってないな、ずっと会えてないからあおみたんは可愛いの、早くねニコルさんとユキさんニコルさんとユキさんを見たいですね、私は最近配信で出てないのかな、ニコルさんとユキさん合ってるニコルちゃんとゆきちゃん、どっちも女の子なのかな、じゃあトークボタン今日でみなみ373日目です、ありがとうございます、本当だモデルさんみたいだね、藤田ニコルさん、ゆきぽよさん、え、すごい2匹ともモデルさんの名前はパチパチ、ありがとうございますね、ハッピーさんは私の足元でうずくまって寝ようとしてます、みなみさん、みなみにち、みなみなみってついてる名前の子って可愛いかもしれない私が保育園にしたのすっごい可愛いの、今でもめちゃくちゃ可愛いの本当に可愛いの、朝倉みなみ、あ、バレエでしたっけ、今日は足元に、そう、なんか今日は珍しく足元、ハッピーさんおねんね、そうあ、タッチか、タッチ、タッチだからバレエか、合ってる、え、あれタッチってバレエだよね、あれ野球なのあれタッチってなんだ、タッチは何、違う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 、え待って違うよ、え何を私言おうとしたんだ、ん、アタックなんの、あ、そっか、いいですよね、かっこいい、あ、お父さん世代のアニメ、お母さんお前なんか話してたな、全然分かんなかったけど、そっか、野球か、全然ごめんなさい、新体操じゃなんだ